様らがバルディアの小僧どもか。ディゴスはどこだ。残念だったな。貴様らがディゴス様に会うことはない。なぜなら貴様らの命がここで終わるからだ。昇進受けて立つぜ。逃がさねえぜ。バルディアのガキどもが来たか。戦いぶりをたっぷり楽しませてもらおうか。ディゴス、待っていろよ。必ずお前を倒せ。所詮貴様らの力では私を倒すことなどできんのだ。ディゴスには邪悪を蘇らせた罪を償ってもらいましょう。貴様はここで死ね。これで終わりだ。キラッ。クライガー。俺に剣を向けるとは生意気な。負けるわけにはいかない。覚悟。これに耐えられるか。こんなはずでは。
せるものな。ここまで来て負けるわけにはいかん。ところまで。やられるわけにはいかぬ。
ここまで来れたことを褒めてやるぞ。だが貴様らにこの私は倒せぬ。我が道を打て。闘気の渦よ、巻き起これ。
この奥だな。ディゴス、ラングリッサは返してもらうぞ。ほう、バルディアのガキか。お前は自分が何をしたのか分かっているのか。ザレ事、力こそ正義だ。力ある者が世界を支配するのだ。そのような考えが邪悪を蘇らせ、世界を破滅へ導くのだ。うるさい奴だ。貴様たちさえ倒せば世界は我がものとなるのだ。
の者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。生かしては返さぬ。まだだ。力による支配。力こそが。陛下から黒い霧が。あれは一体なんだ。陛下。バルディアの小僧。いや、レディンと言ったか。今のは何だ？どう見えた？黒い霧、邪悪な何かがあなたの体から出たように見えました。闇の力です。おそらくあなたは闇のものに操られていたのでしょう。私が闇に操られていたというのか。陛下、大丈夫ですか？ランス、心配はいらぬ。けじめをつけるだけの体力は残っている。けじめ？我々帝国の敗北だ。この首持っていくがいい。陛下、何を言うのです。戦乱の世を治めるのは力だ。その力が私には足りなかったために負けた。操られていようが何だろうが、それは変わらぬ。そして私は帝国の王として敗北の責任がある。ディゴス陛下。さあ、私の首を取れ。陛下、私は帝国を滅ぼすことを望んではいません。邪悪を封印するためにラングリッサを返してもらいたいだけなのです。返していただけますか？ラングリッサか。あの剣はニコリスが保管していたはず。勝ったのはお前たちだ。好きにするがいい。ニコリスとは誰ですか、陛下？ニコリスだ。私の片腕で重心の。いや、違う。そんなものはランスを親衛隊隊長に任じた時さえいなかった。まさか、奴が闇のものか？おそらく、記憶を操られていたのでしょう。奴を探せ！ニコリスと名乗るものだ。それと奴の持っていたラングリッサーもだ。黒騎士の異名は伊達ではないということだ。